まあ、あとはの、まあ、の試合空いてるタイミングを伺いながら、まあ、やれるところから順番にやっていければと思います。まあ、の試合で飛ばしてっていう形も全然可能ではございますが、の試合で飛ばした結果多分連戦になりますので、その際はすいません、ご了承ください。さあ、というわけでユーポンさんのブランカ対今谷さんのジュリナさん第126回となっております。ウルフォーの方はさあ、本日はとりあえず参加者が、2人増えて8人からのさあダブルエリミネーションという感じになっております。基本的にはウィーナーズブロックからはやってはいきますが、まあ、ウィーナーズブロックでやれる試合がなくなってルーザーズブロックでやるところがあったら、ルーザーズブロックも進めていこうと思います。さあ、というわけでさあ早速ですね、さあユーコンさんのブランカの勝利。よいしょ。じゃあ、ゴーヒカルさんとファントムソーズさん、さあ体力リードからの、さあ裏に着地から投げていく、サテライトバックでスリージャンプ当たってさあ飛びが通る、マコン奥攻めいく、さあゴーさんがまずは第1ラウンド、上から裏に引っ越して打ち合い、さあ固めに行ったところでしたが、さあゴーさんが投げで割り込んでから起き上がり投げ返しからのサテライトをつけながら画面が近づけてプレッシャーをかけるがガードスティル、さあ捕まえてガード、さあファントムソースさん取り返す ETT、 さあ第3ラウンド、さあヒット確認から、さあ開幕ゲージを全部使いながらの3割今日4割奪って、さあ背びれヘッダー分か、さあ体力半分クテイク以上保つガード全員差し返していく、しっかり体がウルコン、さあこれで一気に追いつく、下がってサテライト飛んでる、さあ勝ったのはファントムソウルさんのローズ、さあというわけで、ヒロドさんのズリス対ショウウサギさんの本日はセス、さあセスもちょっと9位まで上がっている、さあ DP としてはほぼ同じ、さあガードかな、1番コーン、さあ起き上がり実際をかける、下がろうとしたところガード入れ替えてクテク打ってかな、さあ着地に対してさあ投げたな、ヒロドさん下がろうといったところ対空昇竜から
さあここは当て身で下がる、当て身下がり、さあガードかな、ワンコンボ入れて、さあこれはガード、しっかり返り、サマー四つ身、スキックブーム、さあ捕まえて、さあ距離が離れながら残り1割、さあ頭に返せ、上から様子を伺ってまずはティロズさんのジュリー、さあ続いて第2ラウンド、さあ潰れる、捕まえた、さあ起き上がり、さあ比較かな、投げを通して当て身逃げる、ナルシー入れ替わる、ラインを上げながら固めて投げる、裏から3発くるぐらいだが、さあ投げてピアル、第2ラウンドは一生うさぎさんが取り返す、さあゲージ3本とマックス4本、ガードガード、さあ開幕攻め込んでいくか、3名組はガード止めていく、しかし保つ、距離が離れて、さあ背びれラインを上げようといったところでした、削られた体力は追加のソニックブームで削られてしまう、さあここは投げて、引き寄って、ケージへつないでいく、勝ったのは大崎さんのセス、あ、はい、では佐藤って、さて第4試合となっております、ユーマさん対ホイフルさん、スリー見せ対空、さあプレッシャーをかけてホイフルさんが連足、さあ使ったところにセミが当たって画面足固めていく、ダウンを奪う、画面足の攻めは続く、さあユーマさんは我慢しながら差し返しのタイミングを伺う、セミスカに対してキッチリ、昇竜ガード、スピアブ、ゲージを貯めながら、さあ第1ラウンドはボイフルさんのコーディ、続いて第2ラウンド、ライン上げる、ここは昇竜普段使う、止めて捕まえて、あ、待て、ガードこれ当たってない、さあしかし体力はゴム状況、確認しガード、さあゲージを持っているのはポイントさんのコーディ、捕まえて画面足勝っていく、勝ったのはボイフルさんのコーディ、それでは一生ウサギさんとファントムソウルさんでやりたいと思います。さあというわけでファントムソウルさんのローズ対一生ウサギさんのセス、さあこれは発生が間に合わず、ソニックブームが当たる、手びれしのぎながら、さあ追いかけるラインを上げていくのはファントムソウルさんのローズ、さあ頭の打ち合いだと、さあ遠距離戦で翔崎さんが体力をリード、さあ前に投げ、ここは逃げる、裏に落ちたところ、ミスト、さあ前に投げ重ねて、ミスターから
み込むバックで下がる。さあサニックブームが飛んでくるが、カードサニックブーム、サテライトが消える。さあ与えるけどファントムソウルさんのローズ、残りカウントはまだ半分。しかしながらラインを上げる EX が当たる。さあ下がろうとしたところで、さあまずはファントムソウルさんのローズ、続いてダイナウンド、弾から飛んでからのワンコン画面越し、で段卓踏んでからサテライト長置きなんか当たって、さあピオルセルさん、さあ単発から投げに行く。最後はめくりを仕掛けて、さあ一応先さん取り返す。さあゲージは日本ジャック対マックス、最初ラウンドカード、しかしヘビカード、下がろうといったところに昇竜、一流ワンコンボからのバックス、さあ前ジャンプさせないと、さあここはきっちり、さあ体力が追いついている。カードして距離が離れる、縦回り、さあスラでラインを上げる、しているとこは飛んでいる、パーフェ、さあ捕まえたのはファントムソウルさんのローズ。それではポイフルさんとユーポンさんで試合をしたいと思います。さあというわけでユーポンさんのブランカ対ポイフルさんのコーディの対戦、タイク攻め込むか、さあ風で止める、さあ地上戦止める、さあ果たして捕まえた、カードうーっと手を出したくなるところにいくつ、画面勝ち、中断中断、着地投げは抜ける。さあ体力少ない状況、飛んでしまったところにいくつが当たる。さあ第2ラウンド、さあゲージはお互い日本ジャックといった状況、中間距離ゲッ当たる、画面手逃げる、止めて飛び込む手はガードしている、セミが通る、さあカウンター、セミタイプピアです、さあ2発からの投げ、ガードして、さあタイプは少ない状況、ここは来てユーポンさんが決めていく。さあゲージボックス対3本弱第3ラウンド、投げてスラカン、スカートして、セリア疲れる、前下からプレッシャーをかける、止めていく、そのタイムフィードは有効サムランカリフ、ラインが上がって画面足、カンパスカードから投げて EX アップ、さあこれはカードから画面足の攻めが続く、捕まえて次を出る、上がってみ、勝ったのはポイフルさんのコーディ、ではそのままポイフルさんとファントムソードさんでウィナーズ決勝をやります。
It's the battle of the century. Fight! First hit, the scales have been The fight has finally begun. Which one of these two will emerge on top? さあ、というわけでウィナーズ決勝戦、ファントムソウルさん、ローズ対ポイフンさんのコーディー。さあ、セミバトルワンコンボ、さあ、差し返し、いい駅から最後追いついてからのサテライトをつけてからのプレッシャーをかける、当たるが3発 X 抜けながら差し込んでいく、裏着地はファントムソウルさんが投げる、ケースカード、前背投げは抜ける、セビ下がったパス、さあまだ残る、下にフロット、さあここはファントムソウルさんが第1ラウンド持っていく、いくつ裏半さあ止めていく、ダメですカード最後追いついて画面8固めながら前背投げ入れ替わって抜けて X ガードから投げていく、オクテメ X ガード、さあお互いドット、いい X が見えたが投げる、こういうふうにさあ取り返す、いい1日第3ラウンドターンを奪って、さあ1回下がるのはファントムソウルさん、いい X が当たってケルが離れる、さあ抜けていく、画面がセーフ、バックスだったがここはきっちりコイフさんが差し込んでたパス、DX 届かない、セーフバックスガード前線投げ、画面足入れ替える、カタさあ中間距離サテライトをつけてラインを上げる、切り替わる、ダマス抜けて怖いとこ止める、さあまだ残る、オキテメ飛んでから削りに行く、勝ったのはボイフルさんのコーディとなっております。さあ頭で体力を奪っていくのは秒殺に、さあ大井川さんもさあ DX でラインを上げて、サムスさあクリタイクサムス投げが飛んでる、ナイスラウンドは秒殺の強り、さあ続いて第2ラウンド、エクス内外上げてプレッシャーをかける、セビカード止める、さあエクスだったがエクス差し返し、さあ体力が点エクスかな、着地着地着地投げ、だからガード食っていく、なおかなず勝ったのはチロズさんのジュリー。さあすいません連戦ですが、すいませんチロズさんとユンポンさんでやりたいと
思います。さあ、ユーポンさんのブランカ対ヒロズさんのジュリの対戦、ルーザーズ2回戦になります。2回戦の第1試合、さあまずはセリカ、まあ、ここ言ってみればヒロズさんジュリ、近づいていくが、さあ体力に移動しているのはスローさんのジュリー、テイク、ミックス下がってピーチのアコンからのフースイ飛んでいるが、さあ近くに対して合わせていくミックス、さあ第1ラウンドはスローさんのジュリー、続いて第2ラウンド止める、首ガード投げていく、下がって、さあ近く前へ行った、さあの挟め、キス逃げて画面は切り替えて、下を切る、下まで止める、体力リードはチロズさん、3バンコン1回弱残って1分削りにも行く、さあ勝ったのはスローさんのジュリー、さあキンキンキンドーさんはキンキンドーさんは間に合うかな、さあというわけで、さあ相当ダッシュで来ていただきました金蔵さんのガイド、さあルーザーズ、さあ金蔵さんは1回負けた設定になっておりますので、ルーザーズカーです、負けたら終わりです。さあ一気に体力を持っていくのは金蔵さん、起き上がり固めていくルールが第2ラウンド残る、差し返しを狙うけどガードから投げていく、まず第1ラウンドは金蔵さんの回さあ第2ラウンド投げて、捕まえて第2ラウンド半分弱、さあここで行くよかな、固めていく、ミックス、さあプレッシャーがかかるピオル、勝ったのは金藤さんのガイ、それでは金藤さんとユーマさんで次は試合をしますので、さあというわけでルーザーズ、先ほどが0回戦でルーザーズ、これが1回戦の試合となります。カード、あれ、ボイチ君、セビだったが、さあ、ハードで潰れて、セビ扱う、さあ、やし、固めて投げて、そして、セビストーンが、手を切りながら、音がめ、さあ、体力1割弱。さあ、この竜巻はしゃがんで使ってから、さあ、最初狙う、当たって、さあ、これが削りにくい、さあ、まずは金藤さんの回、続いて第2ラウンド、じわじわじ体力を持っていくのはユーマさん、ジュメイクを通って画面をセーブ、さあユーマさん取り返す、いてて
さあ第3ラウンド、さあ行く EX 昇竜ガードしている、マンコンガーベン増しプレッシャーをかけながら当たっている、見逃さない、マンコンボンピ寄って、さあ中間距離キープしながらガード、ガードしている、残さず勝ったのは金藤さんのガイ、では続いてはヒョウサギさんと金藤さんでございます。はい、はい、クタイクさあ崩せ、こんなプレッシャーをかける、ここは EX で追い込んで投げつかり、さあ中間距離カウンターからワンコンボダウンオーブン、タイク吸い込んでからもう一回スタメルがガードしてる、クタイクゲランガードから EX 投げ、スズコン、あーっと許された、勝ち最後タイク、さてまずは視聴者さんが取ってからの、さあ動きが長い、勝利が助かる、さあ一気にピュアラスティ、さあタイムカドット、さあ一気に決める、さあゲージ2本と3本抜く、最終第3ラウンド、マイスマイスの位置に近づいてプレッシャーをかけていく、ヒョウサギさんです、さあホラー EX きっちり対空取っていく、取ってガード、対空取りながらコンボには至らない、ガードして取り始め、プレッシャーをかける、投げを抜けて対空、さあ距離がちょっと細い、さて、勝ったのはキッドさんのガイ、あーすいません、じゃあ、次がキッドさんとチロルさんです。さあというわけでキッドさんのガイ対チロルさんのジェニの対戦、止めていく、こっち捕まえていく、アテビー距離を離す、ガードガード上から攻め潰して、プレッシャーをかけるカウンター、いいね、投げて四隅、いいか、構えて、さあ風水投げからガーミンガシ、アガセミガシ、これはきっちり、さあ第1ラウンドはチロスさんのジュリカのスタート、さあワンコンボ通して、止めていく、ダウンを奪って画面貸し攻めていく、ダウンを奪う、だからガード
めくっている。ガード。ガードせ。エスガード。ああ橋のウルコンジメ。からの画面足。さあステップで逃げる。タイク。少しぐらい。さあ固めて薄い。バックス。投げる。バックス目。構えて。勝負です。勝ったのはチロルさんジュリー。ここで終わってしまった。では、チロルさん。さあというわけで、ファントムソウルさんのローズ対チロルさんのジュリーの対戦。さあルーザーズの決勝戦ですね。さあまず開幕、体力奪ってさあ近づいてきたところ、セビデスタスタンド行く。さあダウンを奪いながら一気に体力6割近く奪ってから、さあプレッシャーをかけていく。捕まえるがガードする。これはキシルワンコースター使いし下がっていく。さあしかし追いかけて投げていく。さあノンパスライト当たる。さあしかし投げて亀梨方向。さあお互い体力少ない状況。バックでだったがさあガードダウン。さあここはさあ最初狙おうといったところで EX。 まずはチロルさんのジュリー。続いて第2ラウンド、タイミングをずらしてガード。だからはさあ飛んで逃げる。様子を伺いながらのこの中遠距離戦立ち回り。クレグイス画面足置き詰め構えたカウンター。ピッチワンコン画面足の攻めは続く。続けてキックス。さあ表抜けてキックス。しかしさあラインを上げたい行きたいところ、プレッシャーをかける。もう一回イース抜けるカード。さあしかしテイク挟んで投げて、さあイース残る。そっちで水を透かしながら、さあ中間距離サテライトをつけてラインを上げるカード。怖いとこ。ソウルスパークイースレス。ソウルスパークソウルスパークサンドカードは30。さあ体力だった。まだ残る。さあ差し込みはワンチャンでしたが、最後は上から勝ったのはチロルさんのジュリー。さあというわけで本日第126回ウモノマト3ウィーナーズ勝ち上がりのポイフルさんのコーディ対ルーザーズ勝ち上がりチロルさんのジュリの対戦。さあまずは一気に体力を持っていくのはポイフルさん。さあ当て身から下がって止める。さあ一歩さあからの風水の地面。まずは投げる画面足下を取って崩していく。さあ一気に体力まくって、さあ着地から投げて風水切れるが画面足の置き詰め。着地から投げる。第1ラウンドはチロルさんとジュリー。続いて第2ラウンド、セミガードキープ逃がさない。エビで下がってからきっちり差し込む。プレッシャーをかける。近距離投げは抜ける。ガードキッチワンコン起き上がり投げていく。固めていく。動き始めささる EX。 プレッシャーをかけるガンスターを差し返し、ラインを上げていくわ。さあタイムフィニッシュ。チロルさんジュリー、ナイフ EX、 ナイフがドット残る EX。 さあまず第1試合、さあチロルさんが取って、さあこれで
皆さんいっぱいした形になるので、さあ次の試合で勝てば優勝です。さあまずはルーザーズヒロさんが1試合を取ってから、さあ最終試合勝てば優勝。さあ攻め込んでいったのはチロさんですが、投げからターンを変える。さあ攻めて下がりながらの先ほどと見た光景。さあしかしここはポヨノさん投げて攻めて距離を離す。さあ下地から差し込みを狙ったところで、さあチロさん冷静に投げる。ガード止める。下がる。セビスカリに対してきっちり抜ける。抜けるけどセビさあ捕まえた。最後追いついてプレッシャーをかける。こういうふうにサボディさあきっちり飛んだところを見逃さない。第1ラウンドはボイフルさんのコーディ。さあしかしゲージを使っていく。続いての第2ラウンド、セリからラインを上げる。さあここから投げていく。セリでしのいで止める。セリから固める。前背さあ止めて、セリキャンプレッシャーをかけるが、さあここはさあ画面端からの風水を進め、さあ少しいつ差し返して、さあ捕まえた。もう一回中段からだが、あーっとさあ体力リーダーポイフルさんですが、さあ投げは抜ける。さあしかしまだまだ分からない、この体力差。 X ガードセリでしのぐ。近づいた後ろの方を止めて画面足固めていく。削りに行く。さあクローズさんが取り返す。さあゲージは2本弱。ポイフルさんコーディ、さあここ投げて奥攻め。ゲーダーここはガード投げはもう抜ける。セビンガードナイス重なり。さあケチリ CX 回り込んでからウェルコーン。体力追いついて奥攻め。ホームでガード投げも抜けて、さあ立ち回り止める。セミカード、あとさあからのバックス、しかし投げを抜く。 DX プレッシャーをかける。さあここでフルスイ止めている。勝ったのはボイフルさんのコーディというわけで、本日の優勝はボイフルさんのコーディとなります。おめでとうございます。